れもなくやってきたオークたちの打って死者の血は川となり大地に流れ、多くの生命と都市がロステリア王国の最要塞アイアンガードでは領土を脅かすオークたちと希望を捨てない人間たちの熾烈な死は続いていた。無事でしたのね。ロードウェルも随分お見かけしていませんが。あ、来てくれたのね。なんですって。そんな、だってそう、オークたちが猛攻撃している場所よ。ロードウェルほどの実力でしたら、きっと大丈夫ですわ。クロイ。すぎる。どうしよう。やった、すごいわ。先を急ぎましょう。このまま突破すればあの先に味方がいるはずよ。大丈夫？クロイに助けられてしまいましたわね。ありがとう。まったく、気をつけなさい。死ぬところだ。ご心配をおかけしましたわ。ところで、さっきの動きはな。さっきの？ああ、これはね、クロイの血の滲むような訓練の成果ってところかしら。知りたいなら後で教えてあげるわ。でも、今はとりあえず。ありがとう。あなたもやればできるじゃない。私にもできたようですわね。よかったですわ。ふーん、クロイはできるようになるまで時間がかかったのに。とにかく、ああ。
クロイ、ここは危ない。早く逃げるんだ。そんな、パパを見捨てるなんてできないわ。安全な場所に連れて行くから、少しだけ時間を稼いで。わかりましたわ。ロードウェルのことは頼みますわよ。さあ、お。押し寄せてくる前に負傷者たちを避難させないと。大丈夫？ああ、クロイ、心配させてすまなかったな。お前もこうして生き延びられたのはお前のおかげだ。ありがとう、助かったぞ。ロードウェル、私できることをしただけですわ。もう、パパはいつもそうなんだから。クロイも一緒に戦ったのに。すまんすまん。ところで、ヘレーネを見なかったか？ヘレーネ様？ヘレーネ様なら、そうそう、西の城壁を守ると言っていたわ。それはいつだ？パパが危ないって知らせを聞く少し前？いや、結構前だったかな。なんですって？びっくりした。急に大声出さないでよ。そうおっしゃられても仕方ありませんわ。ヘレーネでも人、そう言われてみれば。こうしている場合ではない。ヘレーネが危ない。急いで西の城壁へ向かわなければ。リャン様、ご報告いたします。南から多くの群れが押し寄せてきている模様です。なんだと？よりによってこんな時に。ロードウェル、ここは私とクロイでヘレーネの元へ向かいますわ。うん、そうだな。今はそれが良さそうだ。お前には。パパ、クロイなら大丈夫よ。行ってくるわ。絶対無理はしないでね。ああ、分かっているさ。
お前も気をつけてくれ。動けるこの得体は共に参れ。我らは南の城壁へ向かう。さあクロイ、急ぎますわよ。ですわね、クロイ、ヘレーネを連れて早く治療所へ。いいえ、私は大丈夫です。それよりオークたちを、押し寄せるオークたちを防がないと。その体でどう戦うつもりですか？お二人に手伝っていただけるなら方法はあります。ここは私に任せて治療所へ向かわれた方が。いいえ、私が魔法を唱える間、時間を稼いでください。わかりましたわ。その代わり、あまり無理をしてはダメですわよ。それで、とにかくここは片付けました。急いでロール。